あなたが先手です。対局開始。嬉野流、はい、よろしくお願いします。頑張りましょう。さて相手の戦型ですけれども、とりあえず普通の居飛車っすな。ただなんかいい感じに攻め込めたんで、これ角潰せんじゃないですかね。ワンチャンツーチャンスリーチャン、うまいことやれば角を葬れそうな形しておりますね。歩打ちだと逃げられて一回王手かけられます。歩打ち逃げる。でもそしたら今度相手死ぬよな。相手の角が死んじゃうからダメだよね。うん、多分逃げれなくなっちゃうから。あ、いや逃げれんのかこれ。いやでもこれで潰せるな。うん、これで結局角は葬れるはずや。オッケーオッケー。うん、なんかもうちょっと得できそうな形ではありましたけど、まあこれでも十分ですかね。あまり欲張ってもなんか変な紛れても困るからね。2分30秒。それこそなんかないですか。まあとりあえずあの金は浮いてないんですからね。はい、ちょっとこういう手も一応ありっちゃあり。どうしようか。まあ回りましょうかね。叩きの銀はありますが逃げときゃ大丈夫なんだが、問題はこっからや。キリマンジャロはさすがに効かないよね。それ何、これ飛車もらったら勝ちじゃないの。え、ダメっすか。もらうよ、さすがに。さすがにいただきますよ。うん、飛車もらいマンボウで何もなければこちらの勝ちになりますよね。2分。何もないと信じてよろしいですか。ちょっとわかんない、飛車男。とりあえずあの攻めよう。自陣即死はないんでね。叩きの歩もあるけど別に死なないし、うん、まあそこまで恐ろしい局面でもないので、なんか1枚駒入ったら死ぬんですけどね。1枚でも駒入ると G エンドなんですけど、まあ、逆に言えば1枚入んない限りセーフなんで、そう逆転の発想すればね。別にそれも怖くないね。角打ち。角打ちか。で、でですよ。ここがわからんだよね。正直言うと。桂同桂。桂で逃げられて、まあ、打っとくか。打っとくのはありですよね。打って別になんかひどい目にはならないもんな。多分逃げれないもんね、相手も結局ね。結局逃げれないはずなんで、これは OK だと思います。ただなんかちょっと寄せ損なってる感はあるっちゃありますね。ちょっと下手くそ感はある。もうちょっとなんかなかったんかってぐらい下手っすね。1分。うん、ちょっとこれ下手くそっすね。大丈夫かな。まあ微妙に下手くそな気がするんですけど、微妙にかっこすごく微妙とは言ってない。これ逃げ道増やそうとしてますね。まあでも逃げ道増やしたところでね、ゴリゴリ駒減っていくんで寄せれてませんけど、まあ負けはない局面なはずや。こっから負けたら恥ですからね。
こっから負けたら恥ですからね。とか言いながらいかにも負けそうなんだよね。そういうこと言うと負けるんだよね。恐ろしい。まあさすがにでも負けようがないか。さすがにな。いくらなんでもな。はい、これで自陣積まなければ勝ちと。ありがとうございました。素晴らしか将棋でした。なんかなんだろうな、少し危ない感じあるんですけど、これは良かったんですかね。はい、それではお疲れ様でした。あなたが先手です。対局開始。嬉野流。はい、よろしくお願いします。さてお相手さんでございますが、まあとりあえずノーマルな棒銀でもないのかな、なんだろう、まあ、横歩取りましたね。返したくないんですけど、なんかいい方法ない？ちょっと聞いてみる。ああ、あんま意味ないか。結局帰っちゃうもんな。取ろ。なんかうまいこと。おっと、まあまあ帰る準備はできてますからね。いつでも帰れますよって状況なんで、もうあのちょっとなんかできるんですね。返さないって言えないかな、例えばこんな無理？いや、お前生かして返したくないんだよね。歩打ちだろ？逃げといて。あ、それで回収取れ、来れんのか。あー、そっかそっか。ダメなんだ。結局逃げられましたね。結局は逃亡される運命でしたと。しょうがないね。いやー、ちょっと気に食わないね。ちょっと銀狙われてるんで、ちょっと一回逃げますよ。一回逃げーの。ちょっと愚形だね。これは良くないね。相手の角を捕まえに行ったんですけど、逆にこっちがちょっと愚形を強いられてしまった。なんとかこの愚形打破しておきたいな。っていうのが本音なんですけど。なんかないか？結構これ自利品だからね。あんまりダラダラしてると。なんせクソ人権なんでね。本当にクソなんで。こんな形で長持ちするわけないからな。取っていいかな。まあ、負か。なんだかな。いやー、なんとかちょっとこのクソグケをなんとかして。なんとかならんか。まあ、なんともならないですけどね。ちょ、桂取り。バレた。速攻でバレましたね。秒でバレました。悲しい。少しぐらい気づかなくてもよかったのに。なんで気づくんですか。これさ、銀ぶち込まれたらジエンドかな。でも俺も銀打ちたいんだよね。先桂馬跳ね。ちょっと待って。銀上げちゃまずかったな。いやでも銀打ちてめちゃくちゃに打ち込みてんだけど、打つわ。ちょ、打たせてもらうわ。銀なら同金取って歩成りに逃げます。あの、なんかいろいろもぎ取られそうですけど、あの俺もなんかいい攻めできてるんで、お釣りが来ると信じましょう。釣り線よこせ。釣り線をよこしなさい。よこせない。同桂入り込み、同桂入り込みで相当まずいな。でも同飛はしたくない。1分。まあしょうがない、同桂かでも。で入り込んでくるでに銀で受け、途中下車の旅なんてあんの？
知らんがな。あのさ、そんなの知るわけないでしょ。となると狙われるよね。そうですよね。まずいな。いや、これは参ったね。あと、でもそっか、入ってきたらこれ受けられないもんね。参ったね。ありがとうございました。諦めんしゃんな。まあそもそも即詰みか、詰みがあるもんね。厳しいですね。はい、ではお疲れ様でした。